ということで皆さん、最新264話見ましたでしょうか。第264話を一言で言うとすれば、イタドリの領域展開でしょうか。衝撃の展開で X のトレンドにも呪術廻戦が乗るとエグい展開でした。ということで今回は呪術廻戦最新264話について徹底考察したいと思います。なお呪術廻戦第264話を見た方への内容になりますので、必ず一度読みになってから閲覧するようお願いします。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。第264話のタイトルは神外魔境新宿決戦36。前回第263話では領域展開後の術式焼き切れにより乙骨化弾イタドリの新技魂の境界線を切り裂く化によってスクナの限界も近づきつつあった時、最後のとどめとして放たれたのが天使とクルサーナのヤコブのはしご。そんな中、注目の第264話はヤコブのはしごを受け、スクナは天使とクルサーナを確実に倒しにかかりますが、東堂の献身によって阻止、戦闘の盤上に残されたのはイタドリただ一人。スクナの反転術式の出力も回復し、光線陣営敗北に終わるかと思いきや、なんとイタドリが術戦の極致領域展開を発動。そんな第264話の考察はヤコブのはしごと東堂クルツアナの戦線離脱、イタドリ対スクナ最終局面、イタドリの領域展開ついに発動。それでは考察をお楽しみください。乙骨ユタのコピー術式の真の強みである本家の術式への意識が薄れること、手元に同じカードを2枚揃えておけること、これらを利用し天使とクルサーナの本家ヤコブの足号が放たれましたが、この絶体絶命の局面で呪いの王であるスクナが取った対策は伏黒から剥がされる前に天使とクルサーナを倒すことでした。光の柱を駆け上がれば誰にも邪魔されることなく天使にたどり着ける。今回放たれたヤコブの足号は乙骨の領域心眼相愛内で放たれたものとは違い、スクナだけに必中対象を絞ったものではありません。よってヤコブのはしごの光の柱の中に入ればイタドリや東堂であってもダメージを負ってしまう。よってあえてですね、ヤコブのはしごの効果範囲内を駆け上がることでイタドリや東堂の追撃を開始しつつ、スクナは直接クルスサナを殺害しに行こうと判断したんです。特にイタドリは受体クソーズ4番から9番を取り込み、ヤコブのはしごを受ければ取り込んだ内部のクソーズが消滅し、その影響で刻まれた赤血槽術を失う可能性があるので、まずイタドリはヤコブのはしごのですね光の柱の内に入り、自分を追ってくる高いリスクを取るとスクナは考えていなかったんです。ここで注目したいのは、スクナが光の柱を駆け上がるときに砕いたコンクリートを空に打ち上げ、それを伝うことで移動しているという点です。たびたび描写されているように、スクナはマキと同じく空を足場にして蹴ることで空中ジャンプができます。なのでその技を使って光の柱を駆け上がれば良いものの、そうしないことはヤコブのはしごを浴びている間は空中ジャンプができないでしょう。また天使はクルサナと共存しているので肉体の鍛錬をおろそかにしており、術式頼りであるという欠点があった。腕をなくしてさらにそれが浮き彫りになったら、あの時ほどの出力を出せていない。それに加え右腕の欠損によって術式自体の出力も大きく低下、肉体の損傷によって術式にも悪影響が出るケースは今回だけでなく過去にもありましたよね。第111話の渋谷事変では五条悟を除いた中で最速の術師と呼ばれていた全員直人の全盛期はですね、上後をしのぐ速度を誇っていましたが、ダゴン戦で右腕を失ったことで大きく速度を落としています。よって肉体に負った怪我はフィジカル面のみならず、術式の性能や威力、出力といった術的な要素にまで大きな悪影響を及ぼすんです。そして第251話で乙骨が放ったヤコブのはしごは食らったスクナをですね黒くぎにするほどの威力だったので、片腕欠損状態の天使のヤコブのはしごは乙骨のヤコブのはしごよりも明らかに威力は下です。つまりですね、現在の天使は完全体スクナという強大な呪いを払うためのパワーが全く足りていない状態まで弱体化。この男はつくづく術師だな。そしてついに天使の元にたどり着いたスクナ、しかし天使の間に入って身を挺して守ったのはなんとブラザー東堂葵。スクナの2度目の黒線からクルスサナを守ってそのまま戦闘不能状態に。東堂が黒線を食らう前に手すりや柵を蹴る描写があるので、東堂はスクナと違いヤコブのはしごの光の柱を経由せず周囲の建造物を足場にすることで駆け上がりクルスサナの元にたどり着いたんです。そして東堂はもう戦える状態ではなく、今回にて戦線離脱すると思いますが、おそらくは死亡しないでしょう。やっぱり理由として大きいのが、冷静の疲労と肉体のコントロール力の低下によってスクナの主力出力が大きく低下してるからです。よってですね、通常の 2.5 乗の威力を誇る黒線を2回くらい、東堂は瀕死状態なんですが、かろうじて神外魔境新宿決戦を生き残ったと見てでしょう。そして突然の乱入でしたが、ビブラスラップでのイタドリのサポートに加えて状況判断能力もずば抜け、期待に恥じない大きな働きをしてくれた。東堂は最後まで頼れる男でしたよね。
カシモ、ヒグルマに続き、乙骨、マキ、草壁、ミゲル、ラル、長宗、イノ、東堂、クルスと多くの者たちが死亡、もしくは戦闘不能状態に陥り、光線陣営最後に残されたのは主人公イタドリのみ。光の中で焼かれながら俺を追っていたのか。先ほど話した通り、ヤコブのはしごはイタドリが受けても大きなリスクがあるんですが、イタドリはためらいもせず最短距離であるヤコブのはしごの光の柱を登り、スクナを全力で追ってきたんです。そしてイタドリは再び魂の境界に貝を当てようとするんですが、当然スクナには警戒され、かつ東堂のビブラスラップでの入れ替えのサポートもないため、第263話のように簡単に貝を発動できないんですよね。そしてイタドリの水氏はイタドリの表彰の違いから切り取り戦として現れ、それに沿う形で斬撃がしています。対してスクナの水氏は不可死の斬撃であり、貝は遠距離から蜂は相手に触れることで発動。イタドリの魂の境界線に絞った貝はスクナの蜂のように対象者に直接触れることが発動条件になっていると読み取れます。おそらく魂の境界線に術式対象を絞った貝はスクナと魂を同居させていたことで手にした魂の輪郭を知覚する力を元に成立している技なので、相手に直接触れて魂の輪郭を知覚した上でないと放てない。そんな受肉体特攻の貝でスクナを伏黒から引き剥がせると、そう思ってましたが、光線にとって絶望的な展開が訪れるんです。さらに2度目の黒線を得て、呪いのついに反転術式を取り戻す。第258話、黒線を2度決めたスクナは五条のように脳に特異な反転術式回路を作り出し、反転術式の出力を取り戻そうとしましたが、イタドリの魂を捉える打撃での黒線を7回くらい反転術式復活を阻止されてしまいます。ですが皆さん、第263話と今回で2回黒線を放ったことでついに反転術式の出力は回復し、スクナは欠損した両左腕、下の右腕、心臓の傷が完全に完治したんです。上の左腕と心臓の傷に関しては牧野釈魂刀で負った傷なので、第252話で語られた通り通常の反転術式では修復できず、魂の輪郭を知覚した上での異なる反転術式の運用を求められるため修復が難しいんですが、さすがは呪いの反転術式の出力が戻ったと同時に一瞬で修復。よって傷が完全に回復したので、閻魔天の勝因と樹脂の栄翔、手での斬撃の指向性の決定、これら3つの条件が必要だった世界を断絶する回も再び放てるんです。また皆さん、当然腕と心臓の傷が回復したことで磁力で心臓を強制的に動かす負担がなくなり、4本の腕が完全に再生したので、カシモと戦った時の超フィジカルを再現。よっていたどりの貝など当たるはずがなく、スクナはですね、術式が刻まれている右脳の前頭前野を磁力で破壊し再生することで、反転術式で術式を修復する荒技を取る必要もなく、焼き切れた術式が自然回復するまでいたどりをいなせばいいだけ。そうして水氏が回復したら再び福間水氏を展開するか、またはもう相手はいたどり1人しかいないので、領域展開中央を除く多対一という実行禁止という縛りに反しないで、渋谷でジョーゴと戦った時のように神の風化を発動してイタドリを燃やし殺せばいい。これを一転して光線全滅、敗北の可能性が高まってしまった。今まで光線側の努力や死闘が全て水の泡になり、スクナに完全敗北すると思われたその時、なんとイタドリが呪術戦の極致領域展開を発動したんです。そして皆さん、長らく待ち望んでいた主人公イタドリ討ちの領域展開発動。勝因はですね、両手の中指を立て小指と薬指を絡めた形、これと似た印象は3つあり、地蔵菩薩印と阿弥陀如来印と、そして文殊菩薩印です。地蔵菩薩印だとよろずとの勝因と同じ。またイタドリは1ヶ月の準備期間で草壁と入れ替わりの結界術の基礎、進化技流簡易領域を習得、また領域を展開できる乙骨とも入れ替わっていることから、結界術をマスターし領域を展開できる下地が出来上がっているんです。今まで領域を展開せず、このスクナ戦終盤にて初めて領域を展開したのも、連続黒線を決めたことで引き出された水氏の術式と黒線でのバフがかかった状態でなければ、超高難易度な領域展開は発動できなかったからだと推測できます。そんなイタドリの新章風景はなんとですね、電車のホーム。電車といえば呪術廻戦アニメ1期のオープニングはイタドリが一人電車乗っている場面で描かれますし、電車といえばこのチャンネルでもですね触れている YouTube のジャンプチャンネルにて投稿された回想電車とつながってきます。内容知らない方も多いと思いますので、まずこの動画について触れます。この動画は2024年3月21日にジャンプチャンネルと呼ばれる週刊少年ジャンプ専用の公式 YouTube に投稿された動画であり、ドットアニメーションで描かれたイタドリたちが電車に乗るという一見ただの作業用 BGM ですが、その内容がかなり不穏と話題になっています。内容を説明すると、まずイタドリが国府多賀城駅から一人電車に乗るところから始まります。ちなみにこの駅は宮城県に実在し、第1話で描かれたイタドリの母校杉沢第三高校は宮城県の仙台市にあるという設定なので、イタドリの
の出身地は宮城県の多賀城市がモデルでしょう。しばらくすると仙台駅で五条と伏黒が合流。さらに時間が経つと埼玉県の上野で電車が停車し、そこにはパンダ、マキ、犬巻の2年組が。そして上野といえば上野動物園のパンダが有名なので、上野に2年生組がいるということでしょう。その後東京の有楽町に到着。有楽町はですね、日本最大のビジネス街として有名であり、脱サラ経験のある七海がいます。続いて東京駅に着き、東堂、舞、三輪の京都組がいます。次に原宿、ここにも西宮、鴨、メカ丸の京都組がいます。そして原宿では釘崎が合流。そしてここでですね、主要4人のキャラクターが揃います。次に目黒に到着します。ここで一旦4人とも電車から降り、時間が経過しですね、夕方になると、なんと大量の荷物を持たされた板取と他の3人が帰ってきます。と動画の内容を見てみると、この動画は板取の術師としてのですね、奇跡を表していることが分かりますよね。そしてこの動画は夕方になってから少し様子が変わってくるんです。買い物から帰ってきた後、再び電車が動き出すんですが、なんと渋谷で停車。そして渋谷駅にはミミコとナナコが降り、釘崎だけ降りてしまうんです。そして渋谷といえば、そう、渋谷事変ですよね。そして渋谷事変での死者を思い出してください。ミミコとナナコは宿儺の斬撃で殺害されていますし、釘崎も真人によって殺されています。そしてここからさらに動画は続きます。次に停車するのは代々木駅。そこには椅子に座る矢賀の姿が。矢賀は死滅回遊が始まる前の第147話時点で呪術総監部からの手配により学願寺の手で殺されています。そして最後に着く駅は新宿駅。陣外魔境新宿決戦が行われる新宿です。新宿駅にはつくも、長宗、日車の3人がいて、なんとそこで降りるのは五条と伏黒の2人。その後1人電車に残された板取は覚悟を決めたかのような表情で目を閉じ、孤独に電車に揺られていく。このような動画になってるんですが、この過去動画内で長宗が陣外魔境新宿決戦で死亡する伏線が張られ、それも第259話で回収済み。それに加え今回の板取の電車駅の領域、この動画は呪術廻戦を考察するでやっぱりかなり重要な要素になってるんです。つまりこの動画と呪術廻戦アニメ1期のオープニングをですね、なぞらえるような形で板取と宿儺がこの後電車に乗り、文字通り板取の精神世界である領域内で宿儺と板取が話し合う、もしくは戦う展開になります。ちなみにこの駅は有識者によると岩手県北上駅にある可能性が高いそうで、作者芥見先生の故郷である岩手県になぞらえているかもしれません。そして板取の領域の様子をより詳しく見ると、領域内では宿儺が駅の椅子に座り、宿儺の見た目は完全体でも伏黒に受肉した姿でもなく、板取に受肉していた時の姿に変化。そんな宿儺に爽やかに声をかけるのが板取。宿儺を絶対に倒すといった今までの板取の決意や殺意はなく、領域内の板取はまるで友と接するような清々しい様子です。この椅子に座っている者に声をかけるという描写は、五条が死亡した第236話南へを彷彿とさせます。そして第236話でも空港の椅子に座っている五条に亡き親友である下藤優がいきなり声をかける場面から始まりました。このようにですね、今回展開された板取の領域展開は何から何までもが異質、通常の領域とは違い、かなり特殊な領域であることが予測できます。では皆さん、この板取の不可解な領域の謎を一つ一つ噛み砕いて考察します。まず一つ目の疑問が、なぜ宿儺の姿が板取に受肉していた時の見た目に変化しているのかということです。宿儺はですね、直前に反転術式の出力を取り戻し、4本の手が生え揃った完全体の状態でした。よって領域に招かれたのならば、宿儺の見た目も完全体ですよね。しかし違った。考えられる理由としては、すでに宿儺が伏黒から剥がされた後である。先ほど今回の板取の領域の描写は第236話の南への回と似ていることについて話しましたよね。そして第236話ではその前の回で五条悟が無制限の挙式紫を炸裂させ、五条の勝利が確定していたように見えた後、いきなり場面が五条の階層に変化し、五条が世界を絶つ斬撃で切断されたシーンは描写されず、五条の死亡が後から描かれて判明。そして第236話と似たような話の構成になっているなら、すでに現実世界の宿儺は板取の領域効果によって伏黒の体から剥がされ、宿儺の敗北が決定し、今回の描写はですね、宿儺の階層シーンであるというのも解釈できます。また他にも領域を展開した時に特殊な術式効果が発動するということも判明します。例えば無量空所は通常の無我剣術には存在しない術式効果です。つまり今回の板取の領域の特殊な術式効果として、領域に引きずり込んだ相手を強制的に自分の内側に取り込んでしまう。つまり板取の内側に取り込むことになるので、板取の体に受肉させてしまうといった効果があるんです。そして領域とは心象風景の具現化なので、領域の展開と同時に領域に取り込んだ相手の魂を自分の内側に取り込むといった特殊な術式効果があっても何らおかしい話ではないです。そして2つ目の疑問が、領域に付与された術式は何かというものです。展開した領域の結果には、術者の所
持している術式が付与されています。そして板取りには現在赤血素術と水死の2つの術式が刻まれ、今回の領域にはそのいずれかの術式が付与されることは間違いありません。術式対象、俺と石黒めぐみの魂の境界に絞った会話、受肉体である俺には致命的な術だ。だが当たらなければ意味はない。今回の話を素直に読み取ると、イタドリの回はスクナには大きな効果あるんですが、イタドリの実力ではスクナに当てられない。よって付与された術式が必中化する領域を展開し引きずり込んだと読み取れますので、おそらく付与された術式は水死の可能性が高いです。となると皆さん、同じく水死の領域であるスクナの福間美酒を参考にしてイタドリの領域を考察すると、福間美酒は呪力を帯びた者には蜂が、呪力のない者には貝が絶え間なく浴びせられる領域でした。ですが皆さん、第258から呪力のないものも貝で捉えられる、スクナの領域は閉じない領域にすることで成立している条件なので、おそらく閉じない領域ではない。イタドリの領域はスクナの領域の条件とは少し違ったものになるんです。よって皆さん、イタドリの領域展開は見ず知が付与され、領域に引きずり込んだ相手の魂の境界に貝の斬撃を必中化させるものなんです。そして3つ目の疑問が、なぜイタドリユージがこれほど爽やかなのかということです。ああ、こいつらはどこまで行っても呪いなんだ。イタドリのスクナに対する憎悪は凄まじく、何があってもスクナを倒すまで死ねないという強い決意がイタドリの中で揺るぎないものです。また人外魔境真珠決戦でも兄である長宗を殺害され、スクナに対する憎悪はさらに膨れ上がっている。ですが皆さん、領域内のイタドリは爽やかにスクナに声をかけてますよね。これは一体どういうことか。敵であった相手にイタドリが急に親しく接するのは過去似たような描写があって、それがですね皆さん、あの存在しない記憶です。存在しない記憶は京都姉妹校交流会編にてイタドリの女性の好みを聞いた東堂の脳内に溢れ出した存在しない事実、単なるギャグ描写かと思われたんですが、その後渋谷自身で長宗も存在しない記憶を想起しています。よってですね、読者の間で存在しない記憶はイタドリの能力なのではないかとする考察が当時話題になりました。ですが皆さん、これに関しては芥見先生が自らですねきっぱりと否定して、存在しない記憶はイタドリの能力ではないことが確定しています。そして長宗に存在しない記憶が流れたのは、長宗とイタドリが同じく賢者の子であるという共通点があったからですよね。そして長宗が赤血素術を持ってるからこそ、術式の影響で血のつながったイタドリの異変を感じ取れた、それだけの話だったんです。でもですね、この話はそのままスクナとイタドリの関係性でも同じことが言えます。第257話においてイタドリの父ジンはですねスクナの双子の片割れの転生体であることが明かされてますし、魂の側面だけで言えばスクナとイタドリも血がつながっています。それにイタドリは赤血素術を保持しているので、赤血素術の術式効果で血がつながっているスクナの異変、すなわち死を強く感じ取れ、結果としてスクナにも存在しない記憶が流れているんです。そうなると今回親しげなイタドリの描写は東堂と長宗の前例のように、もしイタドリとスクナが友達である関係性だったらというですね、存在しない世界線の記憶なんです。こう考えるとですね、現実世界ではスクナはすでにイタドリの領域効果で死亡しており、今回の描写は第236話南へのようなスクナの階層である可能性が高まったんです。そして4つ目の疑問が、スクナがイタドリの領域に対して反応できてないことです。領域展開前、必中術式の発動直前など大技の発動前には必ず起こりがある。スクナは呪力の起こりを敏感に感じ取ることで乙骨の挙式紫などをための段階で防いでました。ならばスクナほどの実力者なら、イタドリが領域を展開する前に防ぐか、イヤコツ面で対応するといった選択肢を取るはずです。ですがスクナであってもイタドリの領域には即座に対応できず、いつの間にかイタドリの領域に取り込まれており、なんだこれはと困惑しています。つまりイタドリの領域はスクナであっても対応できないほど超高速で展開されたものなんです。そして領域の展開速度が速いといえば、ハカリの挫殺バクトです。ハカリの領域はですね、必中効果が無害なので渋谷での麻痺をしのぐ速度で領域を展開し術式を発動しています。よって皆さん、イタドリの領域も必中効果が無害なんです。そうなると水死での魂の境界線を切り裂く回はとても必中効果として無害であるとは思えないので、もしかするとイタドリの領域効果は魂の境界線を切り裂く回が浴びせられるものではなく、もっと別のもの、例えば領域に引きずり込んだものの魂と対話する効果なんです。以上まとめると、イタドリの領域の真の効果は領域内に入れた相手の魂を強制的に自分の内側に取り込んで相手と決着がつくまで永遠に対話を続ける、必中効果が無害なので押し合いと速度に優れる、このような領域でしょう。そして何か対話する効果なんです。相手と対話した上でわだかまりが解けたら、それを発動条件として後から付与した術式の必中効果である怪の斬撃などが浴びせられる、まさに必中無敵の領域展開なんです。という感じで考察してきたんですけど、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。